追憶、ストーリー、小野田隆夫。出演、大川康樹。養子山ごぼうはいつも一人。群れたり仲間を集めたりしない。いつも一元高く伸びて、大きな葉を茂らせて、枝を広げ、小さな白い花をいっぱいつける。花が散ると黒に近い紫色の実を山ぶどうのように実らせる。昔、子供たちはこの紫色の実を色水遊びの材料にした。養子山ごぼうの白い花がさらさらと散り始めると、夏が盛りになってくる。そう、その頃になると江ノ島電鉄の小さな車両は潮の香りに満ちてくる。白い麻のスーツにコンビの靴を履き、大きなスイカをぶら下げて、三浦半島の油壺のおじさんが鎌倉の雪の下の僕たちの家にやってくるのは、そういう季節だった。やあ、太郎くん、大きくなったね。いくつになったの？太郎というのは僕の名前である。両親が40歳を過ぎてひょっこり生まれた一人っ子である。あの頃、小学生になったばかりだった。おじさんは父の一番上の兄で、銀行の重役だったけれど、定年退職すると三浦半島に引っ込んでお百姓さんになってしまった。おじさんは一人だった。いつもおしゃれだった。あれは確か東京オリンピックの年だったね。兄さんが定年になったのは。いつだったか母が言っていた。兄さんは女性のお友達が多くてね、それで忙しくて、とうとう結婚する暇がなかったんだって。なぜお百姓さんになったんですかってね、聞いたことがあるの。そしたらね、そりゃあなた、野菜は可愛い、文句を言いませんからだって。僕はおぼろに覚えている。セミしぐれが降ってくる昼下がりの縁側の遠い椅子に腰をかけて、おじさんと父がビールを飲んでいた風景を。おーい、よしこさん、スイカはまだ冷えませんか？でも兄さん、三浦のスイカってどうもあまり甘くありませんな。喜三郎、お前ね、スイカなんてものは青臭いぐらいがちょうどいいのさ。そういうものさ。よしこというのは母、喜三郎というのは父、おじさんは喜太郎という名前だった。あの頃から何年が過ぎ去ったのだろう。父も母も
おじさんももういない。僕はぼーっと夢みたいに生きて、細々とイタリア語の翻訳をして生活している。雪の下の家は手放して、東京の白金のマンションに一人、ついこの間50も過ぎて。こうして机に頬杖をついていると、マンションの窓から入道雲が見える。ああ今年も夏になるんだな。鎌倉に行ってみようか。大町のお寺にある三人のお墓に行ってみようか。小さな丸い御影石が三個、芝生に並んでいるお墓の上に、きっと今年も大きな洋州山ごぼうが涼しい影を作っているのだろう。その草の陰にちょっとだけ僕も休ませてもらおうかな。